おはようございます。今日もやっていきましょう。ラティオスが確か休んでんだよな。どこ行こう。どこでもいいな。早くラティ使いっていいからサクッと忘れば清らき英国。地下10階か。木の実の森、長いけど俺にするか。遊びに行く。お、ハッサムはいるんだ。ラティはいるけど、あ、じゃあハッサムにラティがいなかったのか。行くか。早くラティハッサム選出してよな、早く。ラティハッサムサンダーとかで一回やりたいもん。サイズ的にいけん。でもラティなんかちっちゃかった気がするんだよね。なんかラティ自体はそんなめっちゃちっちゃいってわけじゃなかったけど、足元のマークがちっちゃかったような、そうでもないような。まあ、よくわかんねえわ。嫁、お前も飯作ってんじゃないのか。なんか重なって、階段と重なって階段が高くなって、なんで10万押した今。やる気者敵と勘違いしたのか、俺が。お、ハムスターレベル上がった。お、技覚える。ダブルアタック、これ強いのか。テクニシャン弱そうじゃないこれ。あれ、あれ高速移動なんか、今もう高速移動とかいらない、これ使ってないよなこれ。だってダブルアタックにしてみる。ハスタムなんか覚えさせてもいいかもな。もう1個ぐらいいい技があったら、金使ってでもね。邪悪な、なんかこれ強かった気がする、邪悪なタレって。あ、これ飲もう。ハッサムなんか買うか、技。技買うって言い方したらだけど、防御の特防がうんと下がってしまうぞ。これボスにも通じるんだったらボス戦で使おうかな。これ昔からあるやつだよね、邪悪なタネ確か。今度使おう。お、旅してるポケモンがいるか。だいぶコネクティッドも増えてきたからね。だから仲間増やしていこうぜみんな。お、あいつか、誰これ。あれか、フラインゴの進化前だ。進化前の虫。フライゴンとかドラゴンタイプ取り上げて地面フェアリーとかにしてあげたいのにね。そしたらだいぶ強いのにな。ガブリアスのうち殺す場になりそう。ガブとかも存在してないけどね。ガブリアスとか存在してないけど、ただ冬で地面技効かないし、フェアリーでドラゴンタイプ食らわないしで、フライゴンがなフェアリー地面に変更してたら相当強かっただろうな。まあこの話多分何回もされてるよね。あいつなんか砂漠の妖精みたいに確か図鑑に書いたんでしょ。でフライゴンはそんな雑魚じゃねえから。そんな雑魚じゃないわ。もっとしょうもないポケモンいっぱいいるからな。だから辛いのはお前だけじゃないんだぞフライゴ。ビブラーバーに行っても仕方ないけどな。こいつ将来、お前の将来希望ないぜって言ってしまったようなもんだな。すまんなビブラーバー、ごめんな。でもガブも死んだからさ、いいじゃん、ね、死んだと言ってあいつはまんま使われてるけどね。お、なんか落ちてるな、チーコこれ。はい、そうそう、ボス戦も行きたいけどな。お、すぐそこにあんじゃん、ラッキー。しかもあれまで階段まで近くにある。サクサクだな。あれか、木の実が一本しかない。これ木の実の森だからか。ミラン木の実ばっかだな。オレンとかオボンくれよ。これで満タイン、仲間になるな。えい、いやこれはいいえ。はい、何も事件が起きないな。すげえぬるい。もしとなんか起きてもいいぞ。モンスターすぐやったら楽勝だからさ、起きても何も困んないから。起きても困んない時期を望むのも変な話だけど、ナッシュとか面白いタイプしてるからたまに使いたくなるんだよね、たまに。マイナーポケモンはもう使わない宣言してるからな。次の世代になったらわからない。新ポケモンは多少マイナー気味でも使いたいけどね、次の世代は。役割論理動画もね、実は僕めちゃめちゃ上げたいんですよね。歌が2曲ぐらいさ、できてるから、上げてんだよな。ゴールダックって絶対さ、クソダックじゃない。だって、あれでしょ、モンスターハウスパーティーンだよ、これ。ほらな、この、見ろよ、この持ち物の多さ。こういうとこは大体モンスターハウスだからな。いや、よく来ただぜ。奥へどうぞだぜ。奥へどうぞだぜ。ん？信用ならない？そんなことないだぜ。絶対にモンスターハウスじゃないぜ。絶対に絶対に絶対に違うから。だから奥へ行こうだぜ。な、な？モンスターハウスだろ。なんなんだこいつ。ゴールだけ笑いながら去っていった。
なんなんだあいつ一体。お前だな、このポケモンたち死にに来てるようなもんだから見とけ。おらはい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 、みんな死んじゃった一発で。かわいそすぎるだろこのポケモンたちが。またどんな気持ちでグラチューの前に現れたんだろうな。殺されるってわかるだろうな。どんな気持ちだったんだろう本当に。すげえ気になるわ。お、なんかラピスがあるな。横玉してるはいいよ。あ、呼び寄せ。おお、モンスターウズのおかわり。嫁。しかも鍛錬来たじゃん、最高。鍛錬引いてからモンスターウズやりたかったけど、まあ、でもどうせワンパンしたからあんま意味ない。マジでぬるいな。お、人さんか。人さんとかあれか、青のリングで使って、これが水のリングルか。それから使っていくか、ちゃんと。どうやってやったらいいんだこれ。ハッサムに持たせた方がいいんだろうな。これさ、あれインドレターシもやればよかった。これどうやって投げたらいいんだ。こうして、違うな。まず、水のリングルをハッサムに持たせると。で、リーダーチェンジ。これさ、その場から動くなみたいなやつできないの。すげえめんどくせえな。なんか作戦とかあったよな。めんどくさいな結構その場で待機で、こうしてこれで多分投げればいいんでしょう。青のリングル持ってる時に。こういうことか。なるほどね、遠くへ消えた。あ、確かにこれはいいもんだわ。これでラティオスとグラチュー超強化しよう。でもめんどくさいなこれ。ちょっと便利だけど作戦は変えなきゃいけないもんね。動いちゃうから。だけど便利だ、確かに。便利っていうか、めんどくさいけど、確かにこれはいいね。バナナで使わなかったのがもったいないわ。あ、チーム全体で変えればいいのか、俺。まあいいや、次からでいいや。はい。これから積極的に使っていく。だから、インドメタシンとか貯めてまとめて使う方がいいんだろうな。あ、そうか、ここでなんか食らってるんだっけ、なんか。その、なんか使えないやつ、封印的なやつで食らってるっぽいな。こっちでも違うか。あ、でも部屋が1個だけありそう。なんかあるな。毒がちょっと鬱陶しいわ。毒が鬱陶しいとか言いながら、普通に、インドメタシンだからなんか、リゾチュームから飲んでたけどね。なんとかピンチを切り抜けたぞ。やべえ、すげえ焦ったわ。クソダック許さねえからな。トホホ、騙してすみませんだぜ。なんだこいつ。このモンスターズ切り抜けられたらさ、謝るやつなんなの一体。報復されるの恐れてんのかな。報復されるのを恐れて、なんかこの軍門に下る的な。はい、いいえ、はい、人さん、またか。人さんってさ、なんだっけ、特防だっけ。特防か。めんどくせえなこれ。やるかまた。いや、まとめてやろう今度これ持って帰って、ね、道具いっぱいになっちゃうからな。本当はこれ毎回使った方がいいんだろうけど、めんどくさくなってそれからいいやってだって飲んじゃいそうだな。せっかくやったから、実際今日インドメタシンだからなんか一個飲んでるしね。でもできるだけやった方がいいからな。まあ可能な限り持ち帰ろう。持ち帰る前提でとりあえず立ち回って、持ち帰る前提で立ち回っていっぱいになったらまあ飲むみたいな。でも毎回青のリングで持ってるのめんどくさいしな。あれか、持ち帰る前提でやってもったいなかったら自分だけで飲めばいいや。それでいこう。まあ、もうだってストーリーとかクリアしてるし、そんなにめちゃめちゃ強化にこだわらなくてもいいっしょ。こんなこと言いながら、あのドラゴンで積んだらウケるけどね、ドラゴンロード。ドラゴンロードもいけると思うんだよね、何回も話したけど。レベル相当上がってっか、さ、あの時から。この話何回もして申し訳ないんだけど、ドラゴンロードもいけると思うわ。だから行きたいんだけど、ラティオスがさ、遊んでくんないからな。ドラゴンロード行く前に一回ラティオス遊びたいんだよ。
ラチと遊んだ後にドラゴンロードに行こう。ルギア、ミュウツーの構成でね。ルギアはまあまあやれると思うんだよな。ディアルガとパルキアもいいのがね。ディアルガとあいつがいいのは知ってるんだよ。レッグーザ、パルキアだった場合にどうなんだ。ドランとかもいいと思ったけど、パルキアの場合水技が飛んでくるのが、まあでもパルキアいそうだよな。ギラティナはもう倒してるかないっしょ。ディアルだから回数がすげえ中途半端だね。確か23回だった中で21回とか出てきたじゃん確か。あいつがあいつなんだっけ、あいつ名前出てこねえ。ディアルガがだからパルキアとかなんかいると思うんだよな。一瞬ギラティナかなとか思ったけど、ギラティナは単独でいたしな。ちょっとわかんねえわ、はい、パルキアがいそうだというのはわかる予想ね。グラッカイも来たけど、あいつは多分伝説の中でもクソ強い部類だから、ドラゴンロードクリアした後でいい気がするな。お、リンゴいいね。お腹いっぱいになっちゃったよ。コメントがいらないから食っちゃうんだ。毎回のイグル持ってくるのめんどくさいわ。置いてこうよ次からは。おここか、千里眼今さら当たらなかった。お一発で倒してやれ。よしよし、また扉見つけてやる気も焼けてもらったら終わりだな。あれないぞ、戦闘方面マジで苦戦しないな。そうそう苦戦したいわ。逆に一周回ってね、敗北を知りたい。これ右下やったし嫌だな。でもいいか、多分来ないと信じよう。あよかった勘が合ってた。はい、やる気に開けてもらおう。どんどんポコリンどんポコリン、このさ歌何なの一体。毎回歌ってるけどみんな。とりあえずクリアと。はい、さあ明日はラティオスいるかな。ダンジョン行けるとそこは、さあどこだ、樹氷階段。ほうなんかキュレムとかいそうな名前だけど、キュレムはもう仲間になってっからな。あいつクソ弱かったわ。なんか興奮してよ、ありがとううん、そう、よしじゃあラティオス行くぜ。今度こそ超やる気になってたもんいいぞ。ラティオスでラティラティも一回やりたいけどな。ラティハッサムサンダーやりてえな。ちょっと自分でラティオス使おう。そしたらラティは一応メガ進化もあるからな、覚醒するかもしれない。パク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 、しかしアイテムがそんな集まってない。もしかしたら伝説のポケモンだいぶ増えてきたけど、伝説のアイテムたち。でもあれか、最近空のリングでもゲットしたし、リングル系実はそろそろ終わるんじゃないか。そんなことない、見てみようか。ちょっとアイテムトレジャーリスト、あインシアと2個で集まるな。なんだ真ん中、時と闇かな。時のリングルと闇のリングルな気がする。でもこれあれじゃねえ、ディアルガとかじゃない、多分だけど。これ1個も来ないんだよね、腹減らず。ドーナツにしか見えないが、あこれでもまだまだだな。やっとんさよ、これがねあと1個なんだよね。でもまあまあ集まってきたが、そんなめっちゃ全然集まってないってわけでもない。コネクティット674、まあまあですね。つながりオーブ、お1個だけ新しいのが出てんじゃん。バケッチェだ、カポイラーの挑戦を受けよう。はい、うさは最近仲間になってるやつ、怖く仲間になってんや。グラカイ、グラカイ早く見てえな。ラティオスがいるかお前。あこれクローズになってないラティオス、いけるじゃん。よしラティと遊びに行こう。ちょっと今日はいい時間だけど、まあ、編成だ、ハッサムの強化をして終わろうかな。これなんかダブルアタックとかいうすげえわけのわかんない技を覚えさせちゃったからさ。クレイジーガルラおばさん、ブルム壁進化、ちょっと待てよ。とりあえず
編成してみよう。ラティハッサムでいけたらいいな。あ、いける。だってサンダーいるか。サンダー、サンダー登録してないんだ。サンダーいたらラティ、あ、サンダーいるじゃん。ラティハッサムサンダーでいこう今日。でこれ、これでも並び替えよう。ここラティオスにしたい。ラティオスも気に登録しないとな。次回はラティハッサムサンダー遊びに行こう。ここで行こう。よし、とりあえずじゃあ今日はね、ハッサムを強化して終わりますか。サンダーは砲であるから普通に強いと思うんだよね。教わるハッサム、あ、バカ力があるじゃん。バカ力あるけどな。はたき、虫食いでもいいか。威力が微妙。バカ力まあまあパワーあんだよなこれ。でも AB 下がるからな。バレパン泥棒シザークロスで、なんかさ、遠距離技響き。でもバカ力1万払って覚えさせるほどかというと微妙だよね。相手は覚えてもいいかもな。でもまあいいか、ハッサム。とりあえずこれでそんないらない気がするわ。思い出しの逆になんかあったっけ、思い出せる技。あ、真空波があんだっけ。2番さっきいらねえな。電光石火はあってもいいかもだけど、翼で打つメタルクロフェイント、辻斬り、ハッサム結構技あるんだよね。連続斬り、メタルクロ、微妙なとこだな。翼で打つとかにしとけ。ダブルアタックよりかはマシな気がするんだけど。電光石火なんかパレパン打ってほしいときに電光石火打っちゃいそうな気がするしな。まあいいか、とりあえず今のままで。そんなにねえ、めっちゃ変えたいってわけでもないからな。よし、じゃあちょっと次回ね、ラティハッサムサンダー遊んでいきましょう。ということで今回は終わりで、お疲れ様でした。